くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さらちゃん見てる黒節です。ジョリです。北斗百裂拳。もうリモートだとなしたい放題。今回もですね、前回に続きリモートでお送りしおる次第なんですが、今回もですね、俺が、セレクションする、友に合わせてみたいなというアーティストをですね、もう一方呼ばせていただきました。おー、青い空ちゃんかな。青い空ってもう俺が高校専門ぐらいの時にしこってた女性ですけどね。台湾で大人気。まあ僕の弟分、もう本当に可愛がってる家族のような、アーティストですね。アナ兄弟ってことか。アナ兄弟ではない。アナコンダ。北海道は網走、が、はい、産んだ、安藤圭介くんを、お呼びしました。ちょっとね。安藤圭介くん。はい。まあでも会ってる回数はイカちゃんからとかからしたらもう断然少ないんですけど、まあまあ時間じゃないからね。そうなのよ、僕が見た中でライブ共演者で見た中で5本の指に入るぐらいいいアーティスト。指が5本入るぐらいいいアーティスト。もうそれフィストファックだからね。拳をアナルに入れるやつだから。道のり長えなそれは。じゃあ、早速ですね、お呼びしたいと思います。わーい、はい、それでは行きますよ、せーの、アンドケイくん。はい、どうもはい、なんかいろいろ北海道に遅刻をしてしまいました。いや、全然大丈夫ですよ。本当に今日は出てくれてありがとうございます。かなり遠い場所に住んでる。そうですね、そうなりますね。ロシアの方に住んでるって聞いてるからすごいな。ほぼロシアに。複雑な問題だけど大丈夫です。僕が知ってる中で、日本最北端のシンガーソングライターで日本で一番熱いザーメンを出す男、安藤圭介くんです。よろしくお願いいたします。はい、日本で一番熱いザーメンを出す男っていうのはちょっと、いや、ちょっとどういうあれなんか、ちょっと言い過ぎました。ちょっと本当にライブが熱いんですよ。もうね、本当威嚇臭いライブをしてくれるっていうか、ほんとフィストファック野郎なんですよね。ほんと最高の。ありがとうございます。チョボちゃん、今日話すの初めてでしょ？そうですね。はじめまして。ウララテです。安藤です。安藤君、噂は金がね、聞いております。恥ずかしい限りでございます。くるちゃんのも弟分やいうことで。お兄ちゃんみたいな感じです。なんか、マジで兄弟みたいね。本当に。二人、今こう並んでみると。俺らの出会いっていうのが、なんとも今風で、SNS で出会ったんですよ。ライブじゃないんや。そうなんですよ。彼が、いや、ミクシーじゃなくて、だいぶ古いっすね、それ。彼が東京、千葉でライブしたときに、ツイッターで、どこのライブハウスでも井出正和さんに似てるねって言われるんだけどっていうツイートをしてて、見つけて、絡みに行ったんですよ。呼んだみたいな。で、そっから、彼が出てるアートリオン。に行きまして、そこで初めて会って、で、その後初共演してね、もう、成瀬ブルックリン、安藤圭介、中原くん、あと、田中健太郎っていうね、もう本当にね、極物揃いしかいないっていうね、夜があった、ね。そう。そっからの付き合いで、もう、安藤くんが東京とかに来てると、やっぱりちょっと会いたくなっちゃって、共演じゃない時も飲んだりしたりね、そういう仲なんですよ。こういうコロナになる前に、チョモにもこう弟分がいるんだけど、もうフォーマンライブやりたいねみたいな話が一回あったんで、まあいつかできたらなっていうね。そうだね。うん。はい、今ちょっとね、こういうズームなんですが、ズームを駆使して、ちょっとチョモに、会ってもらおうじゃないかと。
まだね、チョモは安藤くんの歌を聞いたことがないんですよ。そう、すげえ聞きたい。うん、もう安藤くんのさ、あの音楽で一番こうエピソード的に言うと、やっぱ騎士団のあれか。ああ、ヤンクロック選手権ですか。そう、ヤンクロック選手権っていう、騎士団主催のイベント。あ、そうです、そうです、そうです。イベントそれで優勝されてる。あのバンド、バンドとか出てる中、ソロで優勝してるんですよ。めっちゃすごいやん。バンドとダブル優勝でした。あ、そうなんだ。その話もうちょっと聞きたいな。何せ全国戦なの。その当時、うん、あの岸田の綾野浩二翔さんが、うん、あのスクールオブロックって、あーあった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 、ミニコーナーをやってて、そこで、ヤンクロック選手権っていうのを岸田万博ってイベントでやるよっていう、うん、我こそは、パンクだ、我こそはロックだ、みたいなやつら応募してこいみたいな、あーなるほど、応募して出ることになったんですよね。でそれ以外でも多分全国に向けて、まあ、岸田が好きな人たちに向けては応募は募集してたと思うんですけども、それの全国の1位ですもんね。でもですね、スクールオブロック枠で2組、うん、で俺と野良犬っていう、はい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 、その2組で、うん、あの優勝しちゃったんですけど、うん、その日の出場者の中で一番騎士団から影響を受けてない2組が優勝しちゃうっていう。ああ、なるほど。と1位ラジオリスナーみたいな感じで応募したんで。ああ、そうなの。結構ない、他の出演者はこの騎士団に寄せてたりするの、もうリスペクトな感じがするから。リスペクトは強い。あ、そうなんだ。あの3組でした。あと国立音大のバンドも出たんですね、うん、国立音大。そういう俺賞とか取ったことないから羨ましいですけどね。本当に申し訳ないなという気持ちが。いやいやいや、そこは誇っていいとこやね。お金だけもらって帰りましたよ。チョモちゃんいくつに見える？ああ、チョモさんですか、うん、俺よりはお兄さんなんだろうなという。おお、 35？ おお、マジっすか。そう、上さんの方は年下なんですか。そうだよ。わあ、すごいですね。お肌がもうすごい綺麗で。そうよね、肌綺麗でしょ。今日のやつとかじゃなくて、あの YouTube とか、あ、見てくれてます。ね、エネマグラとか見てくれたもんね。それ見ました。あの、お肌が綺麗だなって思って、年近いだろうなと思ったけど、結構お兄さんでしたね。あ、じゃあチョコちゃんもあの一回網走に行ったことがあるそうなんですけど。そう、でももうすごい前よ。だって高校の卒業旅行やもん、うん、あ、卒業旅行で21年前とかやで。刑務所とか行ったんですか。行った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 。ああ、楽しかったですか、網走来て。その楽しかったかって言われると、なんかその高校の卒業旅行やから、なんか15人ぐらいで、クラスの男子15人ぐらいで、はい、釧路から始まるバスツアーみたいな、最終的に千歳まで行くみたいな、3泊4日とかで、はい、しんどくないですか、それ。来てもそんなにね、面白くないような気がする。いや、でもなんか、うん、楽しかった感じするけどね。本当ですか。あ、よかったです、それだったら。俺前回行った時、流氷ソフトクリームっていうのをおすすめしてくれて、もうね、人生で一番うまかったっすね、ソフトクリーム。マジで。でもなんか俺も北海道で食ったソフトクリーム美味しかった気がする。あー、何度かな。すげえでかい滝のとこで。すげえでかい滝。そうそうそう、北海道のすげえでかい滝を見ながらみんなでソフトクリーム食ったな。北海道に滝あるの？え、どこだろう。すげえでかい滝。そうそう、アカンコとかも見に行った。はい、あー、結構細かいところ。うん、いいんですね。そう、凍ってたけど。あー、冬か。あー、安藤くんのツイートを見て、あのちょっとファンザデビューをしまして、あの10円セールやってるとか、あの今安いっすよ、チョモちゃん。何ファンザって。ファンザってあの AV のストリーミングサービスっていうか、あのちゃんとお金を出してエロ動画見せてくれる、
っていう。メルカリ的なやつの話してるからと。団地妻の、はい、あの町内会のキャンプに行くやつよ。ありましたね。ありましたね。ちょもちゃん、あの10円払うんでちょっとダウンロードしてください。ありがたいですね。ありがたいです。おう。安藤くんがさ、こう下ネタっていうか、そう下のことを歌うようになったきっかけをちょっと聞きたいんですけど。でも下ネタの、がっちり下ネタの曲俺2曲しかないんですよね。あ、そう、オナニーって曲と、はあ、あと一発やらせろって曲。ああ、はい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 。もう下ネタの人になってるよね。俺はそう聞いてた。もう俺ずっとチンコの皮かぶってました、本当に。いや、そうじゃないんですよ。もう飲みすぎて、本当に。いつもじゃないんです。火星ホッケーですよね。火星ホッケーだよ。みんな向いてるんですよね、多分銭湯とかも温泉とか。いや、向くでしょ。向いてるからなんかね、みんな向けてるような感じに見えるだけで。一回だってもう一回、そうだもんね、ロッカーの扉側に一回ちょっと近づいて、ちょっと一回下向いたりするもん、ね、で、ニュッと出してから一回あの男らしく行くもんね。肩にタオルかけちゃったりなんかして。あの、アトクやっぱ分かると思うけど、あの川あった方が気持ちいいじゃん。ねえ、チョコちゃん、あの川でしこった方が。俺、3歳から向けてるかも分からへん。お知らせなんかあれば、毎週月曜18時から、はい、FM アバシリっていう、はい、コミュニティ FM で、リハラジという音楽情報バラエティに銘打ってやっております、ね、もう全国からでもリスラジっていう、ちょっと、ね、ややこしいですけど、リスラジっていうアプリを取れば全国からでも聞くことができます。で2月の最終週に今日のこのさっきの川がある方が気持ちいいっていうのをラジオに乗っかるってことだよね。あ、ラジオで火星冒険の話がこれ使われるってことだもんね、きっと。18時から18時からやるんですか。やらないといけない、ということでですね、今日は最後に、安藤圭介くんに曲、披露してもらおうかなと。めっちゃ楽しみ。じゃあタイトルを お願いします。はい、それでは安藤圭介のオナニー見てください。どうぞ。オナニーだすぎて、オナニーだすぎて、君の君の君の顔忘れられない。君は今は何を思って生きてるんだい。風などは引かず元気で暮らせていますか。ねえ、僕は今も僕は生きてて生きてるんだ。どうなんだ愛も変わらず君でオナニーをしている。オナニーが好きで、オナニーが好きで、君の君の君の顔張り付いてられないよ。オナニーが好きで、オナニーが好きで、君の君の君の忘れられない。君の君の君の顔忘れられない。君の君の君の顔忘れたくないよ。